ここにこれうちで採れたみかんなんですよね。それをこう漬けといたものです。よいしょ、いい感じですね。うん、香り豊か。これをお茶に入れたりデザートにする、最高です。おお、きますね。この苦味と香り、何とも言えません。こんにちは、皆さん。今日はですね、なんといっても天気がよく、そういう行楽日和に作っておくと便利な卵焼き、みんな好きですよね。こちらです。もう卵、それにまあこれはあってもなくてもいいです。僕はもう昆布が大好きなんで昆布水ですね。今回じゃーん、こんな感じです。こういう四角い鍋ってなかなかないかもしれません。よく卵焼きするときに作るそういう鍋もありますよね。これはここに書いてあります、マイヤー。このマイヤーを使った美味しい簡単手軽、そんな卵焼きをご紹介します。それではですね、皆さん、卵焼きっていろんなやり方あります。でも今回は本当に安全でゆっくり時間をかけてできる、失敗しない、そんな感じでいきたいと思います。見てください、卵、お砂糖、昆布だし、お酒、醤油、これだけでいきたいと思います。それで今日はこのマイヤーのスマートスクエアを使うんですが、どうしても皆さんこれがない場合は違うものでももちろん大丈夫ですよ。これを基本にやってみてください。それでは作り方に入ります。卵をまずはこのように混ぜていきます。これは上質な卵であればあるほどとっても当然ながら美味しくなってくると思います。こんな風にしてかき混ぜたら、今度は分量のお砂糖です。意外とこれはですね、甘めのお砂糖が入って、それとこれは昆布水、日本酒、お醤油、これはまあお好みなんですけどね。こんな風に入ります。それでこれをよく混ぜていきます。これを作って置いとくとですね、冷蔵庫に入れてしっとりして冷めてから食べるその卵焼きも美味しいですし、あったかいのも美味しいです。そんな風にしてですね、あとはですね、このスマートスクエアが勝手にやってくれるので、さーっとこんな感じで流し入れます。あとはこのようにアルミホイルですね、アルミホイルをしていただいて、こんな風にして覆っていただきます。それでどうするかと言いますと、オーブンに180度にある程度もう熱しといていただいて、そこでこちらバットにお湯を張ってこのまま入れます。このまま入れて180度で15分置いておきます。15分経った後、いいですか皆さん、そこがポイントです。15分経ったらこのアルミを取って、あと10分、トータル25分、それで置いといたらほかほかの卵焼き完成です。見てください、こんな感じで先ほどのがわっふわっふわです。見てください、こんな風にして焼き上がりました。そうしましたらこれを今返してみます。こんな風にして、シャッ、うわ、見
てください。このマイヤー、さあ行きますよ。熱々、うわっ、ほっかほか。見てください、ここ、こんなに綺麗になるんですよね。この中身、この加工の技術が素晴らしいので、くっつきもなくほっかほかです。たった25分置いとくだけで、見てください、ふわふわの、いいですか。いきますよ、これをこんな感じで、ほら、うわ、うまそうですね。これです。あとはストンと、切り方はどんな感じでももちろん皆さんいいです。こんな風にこの端がまた美味しいんですよね。このようにしてですよ、皆さん見てください。このエンドカットも美味しいですが、ほら見てください、ふっかふかのこの卵。こんな風にして出来たてを皆さんにお届けします。どうですか、こんな感じです。またこの、僕はこの端の焼けてる感じ、焦げてるところもまた最高に美味しいんですよね。いただきます。見てください、まるでお菓子のよう、冷たくしたらまた最高に味が染みて美味しいです。ぜひ作ってみてください。